ごきげんよう、山口あゆきです。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はというと、緊急事態宣言が、延長して、まあ、家で過ごすことの方が多くなって、もうブク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 太っていくわけなんです。あかんなということでね、体はね一応動かしてるつもりではおるんですけど、なかなかね、追いつかないというか、それ以上に食べてしまっているっていう現状があってしまって、ちょっとこれはねダイエットしないといけないというか、食生活を見直さないといけないということでね、私はぬか漬けを作りたいと思います。ぬか漬け、やっぱりね、日本古来の食べ物ってやっぱりね遺伝子の中でやっぱ合ってるような気がして、まあ、漬物とかお味噌汁とか発酵食品ってすごいね、コロナにもいいんじゃないかって言われてたり言われてなかったり、なので発酵食品をやっぱりいっぱい取り入れていこうかなと、これからは健康にしっかり気をつけながら過ごしていきたいなと思うので、今回はぬか漬けを作って食べたいなと思います。今の時代ね、ぬか漬けってね結構ね流行ってたりもするんですよね。若い子たちも結構ぬか漬け食べたりもしますよね。私は結構漬物系が大好きなので、ぬか漬けを作りたいと思います。それでは材料紹介をしていきたいと思います。まずきゅうり、人参、小ナス、大好きセロリ、はい、ということでこの4野菜を使っていきたいなと思います。大根とかいろいろあったと思うんですけど、まあ、ごぼうもちょっと漬けたかったんですけど、ごぼうちょっと高かったんでやめました。でもなんか今後はごぼうを、チョイスしていこうかななんて思ったりもしてるんですけど、今回は小ナスと人参、キュウリ、そして大好きなセロリをやっていきたいなと思います。セロリはね結構ね匂いがあるので嫌いな人は無理かもしれないんですけど、私セロリ大好きなんで、ちょっとねセロリの匂いっていうのがぬかに侵食してしまって、なんやろ、全てのぬかのこ のぬか床がセロリにの味に、広がっていくんじゃないかなと思うんですけど、私はセロリ大好きなんで何回も言うように大丈夫なんです。でもセロリがちょっと苦手な方はセロリは省いていただく。で今回ねぬかはもう本当にシンプルな添加物の入っていないものを選ぶのがベストだと思うんですけど、まあ、一からやろうかなと思ったんですけど、スーパーをフフフフって歩いてたらこんなものを見つけたので今日はこれで作っていきたいと思います。じゃじゃん、熟成ぬか像像って読むのこれ。ということでね、なんかめちゃくちゃ簡単で漬けられるらしいです。このぬかを入れて水入れて、もう野菜をそのままもう入れたら結構早い時間でできちゃうらしいです。きゅうり大根とかやったら8時間12時間ぐらいでできて、人参とかナス、まあ、ちょっと硬いとか皮が分厚い系は15時間24時間、まあ、次の日にはできてるっていう感じですかね。次の日にはできてないか、24時間後。はい、ということでこれを入れてやっていきたいなと思います。さあ美味しくなるかな。それでは作っていこう、レッツゴー。それでは野菜たちを切っていきたいと思います。なんか髪の毛キモいなまあいいか。包丁や。まず説明書を読むと、漬け込む野菜はきれいに水洗いしました。お野菜たち、サムネよ。きゅうりはヘタを切る。で人参は皮を剥いて、ほんとナスはヘタを切って半分ぐらい、半分剥いた方が、半分取るやつね。きゅうりはヘタを切る。ちょ、なんかめっちゃ濡れてんねんけど、水気はしっかり取って、ヘタを切る。どっちヘタ、こっちかな。ヘタを切る、はい、一本切り上がり。まあ、とりあえず、あなんじゃ水こぼれた。あ、とりあえずここにちょっと一旦避難します。人参は皮を剥いて4等分って書いてある。これかなりでかいのよね、この人参。これ4等分でも、あ、私ね人参のぬか漬け好きなんですよ。大根のぬか漬けはねいまいちこう水分が結構出ちゃうからあんまり好きじゃないことはない、好きなんやけど、大根はたくあんの方が好きです。
でね、ぬかってね、やっぱりね、あとでいいわ。とりあえずこうヘタ切るやんな、人参って。皮をむいてて、ヘタ切らんの？切らんみたいやわ。恐ろしか。じゃあ皮を剥きます。皮切れよかったね。まあ落としてた方がいいかな。これはきんぴらにしてもいいですね。うん、素晴らしい。4等分にします。うまいことできるかな。かた、なんやこれ、かた。おい、はい、まず2等分。なんかね、捨て漬けやったかな、その野菜の煮込む時めっちゃなんかボンバーマンみたいな、皮とかヘタとかを入れて捨て野菜やったっけ、 なんだか捨て込み忘れたんですけど、その発酵させるために皮とかを入れるんですよね、ぬか床に先に。で、2、3日経ってから、本野菜を入れていくっていうのがそういうシステムなんですけど発酵させてから。でもこのぬかはもうそもそもそういう段階がいらん、そういう手立てがいらんらしくて、もうそもそももう水を入れて混ぜて野菜を漬け込んだらすぐできるっていう、まあね、簡単にできるっていうとね、なんかちょっと大丈夫かなと思ったりもするんですけど、一回まあやってみましょう。これお手軽でできるから、多分家でもできるね、忙しい人でもできるかも。4等分、はい、これ入るか、際どいところですな。いい、ちょっと水気きどい水気取って、この野菜のね、まあ、水分も生かしたいという、そういう方針でいきたいと思います。それでは次はナス。さっきこれナス洗ったらね、結構新鮮なナスで、ナスは気をつけてください、頭にトゲがあるんでね、あやふいって触ったらトローってなるから気をつけてね。なんかこう切ったらさ、ここの分かるかな、こう切ってしまったらここの身がさ、もったいないやん。だからこう添えていくパターンでやっていきます。こういう感じね、頭はちょっと切って、こんな感じ。どうや、やっぱね、余すとこなく食べたい、使いたい、食への感謝をね、やっぱりやって、あの食への感謝を抱きながら作っていきたいと思います。何でもね、命をもらってるから、命をいただいているので感謝の気持ち込めて作りましょう。これ半分、あ、これ半分だそうです。粉水やから丸々でいいんかなと思ったりするけど、半分に切ります。テッテリテッテッテー、すごい、結構水ってそうやな。で、セロリ、私の大好きなセロリ、葉っぱのところはね、さすがにちょっと匂いがと思ったんで、ちょっと茎の部分だけ使います。ちょっとね、先っちょがちょっとよろしないからちょっと切るわ。これちょっと取ったらさ、これどこがいいと思うとか、この一手間がね、やっぱり料理っていうのはね、真心ひと手間。いえ、ぬかに入りやすいように、それではぬかを入れてここにぶち込んでつけていきたいと思います。ぬか漬けのぬかを入れていきたいと思います。もうハサミがオープン。カブトムシの土の、それでは入れます。ポイヨンポイヨンポイヨン。これちょっとあれですね、低かったわ、もうちょっと高い方が良かったりもする。多分では綺麗に洗いました。お水を入れていきたいと思います。うわー、ちょっとずつ入れていく作戦でいこうかな。これはね、手袋をしてね、やってる方もいるんですけど、手袋はねよりもね、やっぱり素手の方がね、なんかね、自分の持ってる菌ってあるじゃないですか、その
手の昔の人は手のその自分の菌をぬかにこう毎日毎日こう触って空気入れ替えるんですけど、それで発酵させるというか、自分だけのぬかを作るっていうのがその健康にめっちゃいいそうなんですけど、でもね、何でもそうやと思うんですよ。薬でも何でもやっぱり自分に合ってるものが一番体にいいじゃないですか。で、なんかまあ一番の薬はやっぱ食べ物だと思うんですよね。自分に合ってる食べ物、あとはやっぱり精神かな。楽しく、そして健やかに生きること、その思いが健康へと導いてくれるんじゃないかなって今日思います。これもうちょっと水入れてみます。うーわ、ティッシュふっつくパターンかい。どうしよう、汚れるしな。え、どうしよう、ほんまに。え、どうしよう、え、どうしよう、え、汚れませんように神様。あ、これはコーヒーの入れ物。これが一番便利や。でもあんまりね、びちょびちょにしすぎるのも良くないかなと思います。なぜなら野菜から水分が出るからです。はいはい、いいですね。いい感じ、いい感じ。こんな感じになっております。あ、空気を入れてあげることが何より大事なんでね。やっぱりね、大人になるとね、こうなんていうの、まあ、粘土だったり砂遊びだったりとかって、砂にこう何かサラサラの感触なものを触るっていう自体が少ななっているじゃないですか。だから大人になってまた改めてこうやって触ると思い出しますよね、あの時を。あー、いいなー、ぬか漬けは。じゃあ野菜をやっていこうかな。まあこれはもう適当です。カーブに沿って頭を使って入れていかないと多分今回入れへんちゃうかな思うから、頭を使っていきたいと思います。キュウリがだいぶ場所取るな。ちょっとキュウリが場所取るわ。困ったな。キュウリだけでこんなに場所、キュウリだけでこんなに場所取られたらな。困ったもんよな。あんただけの家ちゃうぞっつってな。で、次人参入れます。人参もかなりでかい。これは入らんな、全部。考えて入れなあかんな。人参好きやからもう一本入れます。人参のぬか漬けって美味しくないですか？なんか好き。なんでだろう。これでもほんまに結構難しい。うまい具合に頭使わないと入れへん。まあそもそもちょっとちっちゃいからね。で、ナスちゃん、ナスは結構入るかも、ちっちゃいから。いいか、難しい。あとはセロリ、キュウリと人参と入らんかったな。もうちょっとナスは入れとくか。どっか入るだ。セロリもう一個入れたいな。あー、でもな、セロリもう一個入れるとこおまへん。入れるとこおまへん。まあ、こういうのはね、結局は上はこうやって鳴らして見えへんようにします。押し付けて空気を抜く的な。あ、もう完全に見えとんな。バレバレやぞって、みんなそこにおることバレバレやで。ポイントはね、どこに誰がおるかっていうのが分からんようにすることがミソですね。そう、いかにどう隠れるかっていうのも野菜たちが考えてると思うから、そこを私たち人間が、こう見破りたいけれど、あ、でもどこにおるか分からんねんなっていう、そのなんやろ、思いの通じ合うところ、野菜とのその間を取り持ってくれるのがぬかやと思ってますんでね。だからそこをね、うまいことやっていかなあかんなっていうのはありますよね。
よし、こんな感じでいいんじゃないかな。ちょっとペンペンにやりすぎたかな。ちょ、一旦手洗ってきます。あ、ここをね、この言ったらぬかの縁周り、ここは清潔にしとかなあかんらしいんですよ。ここをきれいに拭き取るっていう作業が大事だそうです。なので、おきれいにやっていきましょう。まあなんや言うて、私ね、結構ねつけてた時期あったんですよ、ぬかを。でもね、私結構忙しい時期やって、その時まあ結構いろんな地方に行くことがあって、なかなかぬかを混ぜられなくて、その時はまあこんな忙しい時に作るもんではないなと思ったんですけど、まあでも楽しかったですね。はい、できました。ほんならここも蓋もね、蓋も清潔にします。いい感じです。じゃじゃん、できた。これで、蓋閉めて、でまあ24時、12時間って書いてあるかな。きゅうりとかやったら、まあ、8時間12時間でつけられて、って言ってたから、まあ大体明日かな、明日にちょっと食べてみたいと思います。明日まで冷蔵庫に冷やしていきたいと思います。はい、ということで次の日になりました。じゃん、出来上がりました。多分出来上がってるはず。ということで今から野菜たちを取り出していきたいと思いまーす。ドキドキの瞬間でございます。オープン。うん、あ、でも野菜から水分が出て結構いい感じかも。それではちょっともう一回手洗ってこうかな。手洗ってこう。しゃ、よし。それでは取り出していきます。あ、いい感じ、しんなりしてる。セロリ、セロリ発掘、セロリ発掘しました。そして人参、人参、いい感じのしなりですね。きゅうり、おお、いい感じやん。結構しなやか。きゅうり取り出しました。セロリどこ入れたかしらね。おお、こんなところに。いい感じじゃない。とてつもなくいい感じですよ皆様。ちょっとね、また新しい野菜たちを入れていこうかなと思うので、ちょっと空気を入れて立ちまつる。それではね、ちょっとつけた野菜たちを切って食べてみたいと思います。じゃーん、できました。ちょっと切ってきましたんで、今から実食に行きたいと思います。写真撮ろう。いいやん。どんな味になっているんでしょうか。いただきます。さっきはまず王道きゅうりからいきたいと思います。いただきます。うん、あのね、めっちゃ美味しい。これは美味しいわ。しかもなんかちょうどいい漬け具合、1日ぐらいやったけど、いいんじゃね、すごくいいよ。次は大好き人参を食べてみます。うん、人参優勝。まだ2つしか食べてないんですけど、いやもう人参はこれは優勝確定じゃないですか。めっちゃ美味しいやん。ねえ、人参やっぱり美味しい。最高。じゃあセロリをいきたい。セロリを食べたいと思います。なんかすっごい、あ、すごいセロリ。いただきます。
セロリはまだ疲れきれてないんか、ちょっと味薄いですね。セロリ本来の強さが香りの方が勝ってて、ぬかにつけられたことすらわからないぐらい、結構やっぱり主張が強いので、もうちょっとつけた方がいいかな、2日ぐらいいった方がいいかな。ちょっと味が薄いように感じましたね。さあ最後おナスちゃん、最後ナスいきたいと思います。いただきます。うん、ナスは美味しい大成功。いや、このぬかほんまに美味しい。いやもうね、最高でした。でも私は人参が一番美味しかったんですけど、まあ王道のきゅうり、これはちょっと浅漬けすぎたかな、もうちょっとつけてもよかったかも。ちょっとだいぶみんな浅漬けなんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。すっごい美味しい、最高やん浅漬け。ということで今日はね、ちょっと浅漬けやったけど、次から結構つけてまだまだ楽しみたいと思います。最高やったイエーイ、あこれブーや最高やったイエーイ。ということで皆さんもぜひぬか漬けお家で作ってみてください。これやったら美味しいよっていう情報とかいただけたら嬉しいです。なんか山椒入れても美味しいみたいですね。てか山椒入れるのがメジャーなんかな、分からへんけど。それでは皆さんも健康に気をつけながら、毎日楽しく過ごしていきましょう。それでは今日もご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。バイバイ、山口あゆきでした。